ルゼルンコンにあるテル、礼拝堂内のフレスコが、ゲスラーのシヘルマン・ゲスラー、または、アルブレヒト・ゲスラーは、14世紀の伝説上の人物で、ハプスブルク家に仕えたスイス中部のウーリ州、アルトドルフのオーストリア人大官である。悪性を振るい、ウィリアムテルの反抗を招き、結果的にそれが、スイスの独立へとつながる契機となったと伝えられている。 アエギニウスチューリの記すところによると、ゲスラーは1307年に、アルトドルフの中央広場にポールを立てて、自分の帽子をかけ、住民にその帽子に向かってお辞儀をするよう強制した。それを拒否した、ウィリアム・テルは、自ら死を選ぶか、そうでなければ、息子の頭上に置いたリンゴを一発で射抜くよう、命じられた。テルは、息子の頭上のリンゴを見事一発で射抜いたが、 その時なぜ必要のないはずの二本目の矢を持っていたのかと問われ、それは矢が息子に当たった時にはゲスラーを狙おうと思っていたからだ、と答えた。そのためゲスラーはテルを逮捕し、ルツェルンコをボートで渡ってキスナハトに連行しようとしたが、故障で激しい嵐が吹き、テルを逃がしてしまった。逃げ寄せたテルはゲスラーを待ち伏せし、射殺した。これが契機となって、 オーストリア支配からの独立運動が始まった。アメリカの子供向け物語シリーズ、テール・スピナーズ・フォー・チルドレンに収録されている話では、ゲスラーは意図的に住民の反抗心を刺激することで、オーストリアのスイス侵攻の口実を作ることを狙っていたとされている。ゲスラーに関する最も古い記述は、15世紀頃のウィリアム・テルの伝説である。この伝説中のゲスラーの役割は、 シズレクの佐賀に含まれる、エジルの物語に出てくるニドゥンクと共通点が見られる。ゲスラーという名前は一般に、ゲスラーと綴るが、13世紀のスイス北部、アールガウ州には、ガスラーやギスラーとも綴る例があったことが、記録されている。彼らは領地を所有、あるいは借りたハプスブルク家に、使えていたミニステリアーレであった。1319年には、 ハインリッヒ・ゲスラーという人物が爵位を得ており、1375年には、その息子であるヘルマン・ゲスラーという人物が、チュー・リッヒのグル人間上でその地方一帯を治めていた、という記録がある。このヘルマン・ゲスラーは、プライドの高い人物で、孔雀の羽で青と銀に飾った帽子をかぶっていたが、グル人間では特に悪性を敷いたわけではなかった。ある時住民の間に衝突が発生し、 横領の罪で一人の中立市民の両目を、くり抜いて下を引き抜く刑に処すことになったが、彼はこれを、両目だけの刑に処すことにしたと記録されている。スイスでは、シュビーツやウンターバルデンにも、同様の役人がいたが、ゲスラーという名前は見られない。ありがとうございます。